や皆さんこんにちは。今日私は中村橋に来ております。浮世絵見に来た。時間があるからちょっとスナップしようかなーって歩いてるんだけど、小学校ですごい野球の練習やってんだね。今日月曜祝日で、なんだかこうそういうのやったことないから懐かしくも別にないんだけど、今日のカメラは初代アルファ7無印に貧者のプラナー、ヤシコンのプラナー85、すごいなこれ盗まれ放題、プラナーの 50mmF1.7 つけています。落ち葉が多いね。なんか落ち葉もののスナップいい感じに撮れたらいいな。しかもこう秋の綺麗な木漏れ日がスルスルとその辺に落ちております。いい感じです。落ち葉、ちょっとスナップしようかな。あ、猿滑りまだ残ってるし、リーディーリーディーうるさいな。イチョウの葉っぱってなんか枝ぶりといい、葉っぱの形といい、葉っぱのこう鈴なりになるところとやたら取りたくなるんですよね。別にあの紅葉してなくても。イチョウ対50mm、 本当は 85mm、 100mm やると ああいうところ切り取ったり楽なんですけどね。 50mm で何ができるかちょっとやってみましょう。なんだろう、イチョウって本当やたら撮りたくなるんだよな。実はカサカサしてんだよねこれ。この表面のテクスチャーもちゃんとあるし、葉っぱの広がり方もなんか変だし、あとそう群生するとモシャモシャしてる。すごいモノクロ映えするんですよね。面白いですよこの辺。イチョウ並木、あら、いい天気。そこの公園になんか葉っぱないか見に行こうかな。このイチョウ並木ね、冬になると真っ黄色ですよ。こう全部ね、黄色の絨毯が綺麗な。お、なんか紫いいやつ買える。あ、ちょっと可愛らしいね、これ撮ろう。暑い。一昨日までは寒かったんだけど、昨日突然名古屋でガーンって暑くなって、その後東京帰ってきてね、ぐったりでしたけど、今日もなかなか暑い。ただカラッとしているからまだありがたい。この辺は何もないな。この辺は何もあれなので、あっちが商店街側ですね。商店街側にちょっと行ってみよう。あの電柱がちょっと気になった。あ、いい壁でも取りようがあるのかな。難しい。いい電柱。あ、角度、あ、あのマンション前の緑がいい。緑ばっかり取っちゃうな。ね、久々に初代のアルファ7持ち出したんだけど、初代全然問題ないよ。あの手ブレ補正がないぐらいで、それ以外はアルファ7と一緒ですね。バッテリーがちっちゃいのも変わらずだし、1も2も全然取れますよ。あの七拡大してもピント拡大が拡大してもピント拡大ちゃんとされないっていうのはアルファ7R2 だけですね、僕が見た限りでは。他のやつはマニュアルフォーカスのこういうレンズ使っても全然きちんとできるので全く問題ない。というわけで、お金のない若い子は初代を中古で買うといいです非常に安いですからね、今ね。金魚屋さん、
体魚屋さんで。ここはあのあれですよね、多分駅前のプロムナードって感じでしょ、多分。大体こういうとこって撮るのもないんだよね。電柱が並んでるの撮っちゃうぐらいだけど、ちょっとした古い建物の壁とかね、ああいうこういうキャラクター商品って撮っといて10年後に見ると結構面白いんだよね。あの当時はあんなの流行ってたねみたいなね。ああ、あの建物撮ろう。元魚屋さんなのかな。吉都市店行ってきたよ。カメラですか。カメラだ。イエーイイエーイ。私全然映ってない。わかんない。どこに映ってるかわかんない。昨日あの吉都市店、あの中村橋ね、中練馬区の中村橋で、あれは練馬区立美術館だったっけな、ごめんなさい、美術館の名前忘れちゃったけど、9月の27日までやってるらしいからね、あのご近所の方ぜひ行ってほしいです。あれなんですよ、この同じ X3000 のバッテリーが突然切れちゃってね、このバッテリーいつの間にか電源が本体オンになっていて、いつの間にか切れることがよくあるので、まあね、予備の電池があるんでいつも全然いいんですけど、昨日あのバツッと動画が変なところで切れてましたけども、あれなんですよ、いつも最近よく作品撮りしてるお友達とね、仲間たちと一緒に見に行ってきたんですけど、すごく面白くて、最近ほらファインアートどうこうっていう話をしたじゃないですか。でファインアート、ハイアートっていうのが大体同じようなカテゴリーになっている、カテゴライズされているらしくて、で実際に浮世絵なんかを見に行くと、浮世絵ってもともとポップアートでしょ。なんかデザイン、今デザイナーの人たちがやってることに近い、イラストレーターの人たちがやってたことに非常に近いことをやってるんですよね。だからその芸術のための芸術じゃなくて、売るための芸術を作っていたっていう意味で、非常にポップアートの先輩としていいなと思ったのと、浮世絵ってあの版が決まってるでしょ、あの 版型が紙のサイズ、寸法、縦横比が決まってて、それもね非常に写真的だなと思って面白かったですね。だから印刷の人たちからすると、その印刷の側面から見た浮世絵っていう見方があったりしますよね。だから面白かったのは、井川さんってね、美容師と一緒に行ったら髪の毛ばっかり見てるんですよ、やっぱりね。で佐藤さんってね、着物をいつも着てるって言ったらアホみたいですけど、着物のスタイリストをしたり、まあ、着物のめちゃくちゃ詳しいですよ、さすがに。やってたら着物方向で見たりとかしますよね。で僕の場合何を見たかっていうと、構図とそのグラデーションの作り方ですね、やっぱそればっかり見ちゃって、煙の表現とかね、その波の表現とかが尋常じゃないです。で何色釣りしてる、その波だけで何色釣りしてるのか分かんないですけど、その線の出し方、線の処理の仕方とか、もちろんその背景だけじゃなくてね、メインは人物がほとんどなので、まあ、人物全部ですね、人物を見てみて その人物の作り方とか、その骨格の捉え方、それにポーズをどうさせるって、その上に衣装を着せてるから、衣装をどう使ってるのか、どう動かして衣装をね、どう動かして演出をしているのかとか、まあ勉強になるっていう域まで僕自身達してないですよ、多分。なので勉強になるというのをおこがましいぐらい、まあひたすら、まあすごいなーって感動しましたね、やっぱり。なのでね、ぜひ近隣の方見に行ってほしいなと思うと同時に、ポップアートっていうもの、ポップアートだ、失礼、ポップアートとハイアートが対比になってるのかも、まあ別に美術史とかね、その美術業界に詳しいわけじゃないからよくわからないですけども、そういう商業芸術っていう大きな括りの中で、やっぱりそっち側の方に興味を持つなっていうふうに改めて思った一日でしたね。なんで気になった方ぜひぜひ見に行っていただけると、これ多分スナップ写真撮ったよっていうのと一緒にアップすると思いますね。なのでお近くの方はぜひ吉都市店見に行っていただけると私も嬉しいでございますよ。